年を越す日付が変わる頃には地元の人たちも神社の方に行くから、24時を過ぎれば人は少ないはずだよ。知ってるかい？願い事は年明けに近い時刻であればあるほど叶いやすくなるそうだよ。わかった。じゃあまた夜に。あれ、お前も願い事しに来たのか？そうか。じゃあ、君はそこにかけるといいよ。私はここで目を閉じているから。絶対に見ないと約束するよ。願い事をかけ終えたら私の手に触れてほしい。その合図があるまで絶対に目を開けないよ。じゃあ、私も願い事をしてこよう。私が何を書くか気になるかい？でも今までそんな話は一度も聞いたことがない。それに、その話が本当だとしても他人に見られたらという前提だろ。私の願い事は君に関するものだ。当人これは、できる限り素敵な毎日をという意味なんだ。君が来年も楽しい日々を過ごせるように願うよ。その小さな公園には願いの木があるの。この辺では七夕みたいに願い事を書いて木にかけるのよ。
いい？願い事は他の人に見られると叶わないの。だからそれぞれ離れた場所にかけましょう。大丈夫。願い事が叶うなんて最初から思ってないから。欲しいものは自分の手で掴み取るべきだと思うんだ。でも私の願いは叶うよ。みんな、願い事の準備はできた？夜になったら公園に行くよ。去年の大晦日はあの公園であの子に会ったんだよな。ああ、楽しんでおいで。気をつけて行ってくるんだよ。みんな、願い事早く気にかけて。年が明けたら終わりだよ。英語で書く人もいるんだ。外国の人かな。あなたは英語が得意だったよね。なんて書いてあるかわかる？確かに、時の流れるままにだと願い事っぽくはないね。
何見てるの？知ってる？今夜学院に願いを叶える木が飾られるんだって。もし願い事をするならこれに書いて木にかけるといいよ。大晦日までこんな雑務やらされてるんだから、それくらいしてもいいでしょ。この願い事は3年前の私にとっては翌年自分がやるべきことを書いたに過ぎなかった。当時私は君の面倒を見る約束を先輩と交わしていた。だからそう遠くない未来で私たちは必ず出会うと分かっていたんだ。でも今はこの言葉は私の本当の願いになっている。君との再会を心待ちにしているよ。よくこれが私の来年の願いだ。どうやら私たちにとって大晦日の願い事は特別なものみたいだ。でもこんな寒い中わざわざ待っていなくても。君の思った通り、今日は私の本当の誕生日ではないよ。けれどこの日は始まりの日でもあり終わりの日でもある。だからプロフィールにもそう書いたんだ。でも嬉しいよ。君は私の誕生日を気にかけてくれた初めての人だ。適当に書いた日付も決して無意味ではなかったみたいだ。これは千羽鶴だね。渡した相手に祝福が訪れるという。でも千羽はないみたいだね。分かっているよ。君は時間をかけて70話も折ってくれた。つまり少なくともその間は私を思ってくれていたということだ。
今夜新年を迎える花火が上がるみたいだ。一緒に見に行くかい？